今日もナインボールのマサイ解説やっていきます。いろんな配置になるようにマックスブレイクでやっていきます。さあ、まずは難しい場所を探します。一番先に分かりやすいのがこの5番です。5番がサイドポケットはかなり厳しいですね。コーナーポケットしかないんですが、5番をこっちのコーナーポケットにやろうとするとサイドが結構邪魔で難しいので、どうするかっていうポイントです。その後は6番かな。6番がこのコーナーポケットを8番で塞がれているので、まあ、このラックは5番6番ですね。6番こっちのポケットは大丈夫なんですけど、ここにうまくこの難しい5番からポジションできるかが問題です。ってなると今5番をコーナーポケットに落とすと思うんですけど、ぴったりこの5番に対してまっすぐポジションする必要があるので、ここにうまくポジションできるように今この2番と3番の組み立てをどうするのかを考えてやっていきます。さあ、ただまっすぐ持ってくるの結構難しいですね。もうね、こういう5番、ここにぴったりまっすぐ持ってくれば引いて大丈夫なんですけど、ぴったり持ってこれなかった場合にちょっと触れた時のこっから5番から6番のサイドスクラッチを気にしてのリカバリーというのはできないので、もうこのまっすぐに出すっていうのはよっぽどじゃない限りは選択しないです。4番とかね、この5番の前の球がこの辺にあったりとか、もうポジションしやすかったらこっちのまっすぐも選ぶんですけど、3番はここなのでそれは選択しません。さあ、結構悩みますが、そうですね、今2番をポケットした後に手玉をこの辺に持ってきて3番入れた後、左下へ1クッション2クッション3クッション、まあ、プロならこう選択するかなと思います。同点はまあ、ほとんど下だけですね。はい、この後うまく左下をついてワンクッション、ツークッション、この感じのラインでこの辺に持ってこれれば最高です。ちょっとね、引きが多すぎて、もうちょっとこっちからこの辺に打てたんですよ。引きかかりすぎてしまって、こっちに来すぎてギリギリなしてました。あとはまあ少し弱かったかな。さあ、こうなるとどのようにリカバリーするかが問題です。5番入れて、1クッション、2クッションしてかな。そうですね。ワンクッション、ツークッションして、手玉はこのようなラインになると思うんですけど、まあ、このようなツークッションから6番に対してラインにして、イメージはもうこの辺ですね。6番最後に行くのがイメージいいんですけど、弱くなりすぎても、ここからコーナー行ける。ここになっても6番、こっちのコーナーもあるっていうので、ある程度、こういうこの辺の範囲っていうふうにやっていきます。まずはね、この5番の入れが難しいので、入れをかなり優先的に。イメージします。お、だいぶイメージ通りにつけましたな。はい、この位置に来れば6番サイドポケットで良そうです。ただまだこの角度も微妙に振りがあって、近い距離なので厚み意外とサイドポケット見づらいので、これも注意が必要です。上をついて、優しくついて7番に対してまっすぐになるようにつきます。はい、うまく入りました。さあ、この7から8、手玉をここにストップさせて無理しないでも大丈夫です。ここから8番を
落とした後にワンクッションでこう返してくるっていうことも全然できます。はい、まあ、ただね、自信があると手玉から8番が結構近いって、この辺から8番から1クッション、2クッションして9番のポジションっていうものは結構正確にできるので、あとはここに持ってくるのが7番を直接引いてこっちに持ってくるだけで、まあ、入れのイメージが悪くなければ、あとは引きのイメージですね、引いてこっちに持ってくるのは全然いいかと思います。僕は多分試合でもそうします。引いてこの辺に入れてこの辺持ってきます。はい、これが最悪のパターンです。今急ミスを恐れて同点が上がってしまい、引きの加減がちょっと引きのね、かかり具合が弱くて最後の角に当たってしまいました。もうこれはね、やってはいけないミスですね。まあ、ミスにはなってないんですけど、一歩ミスると危ないので、まあ、これのリスクを考えてあそこに引いて補償するのかストップするのかは考えてください。まだここに止まってくれたのでラッキーです。これはワンクッションさせて手玉をこの辺に補償します。力加減重視ですね。今の8番から9番に補充するときに、このワンクッションのイメージでぴったりこの辺に止めをすると、ちょっと力加減ずれたらもうこの辺とかこの辺になっちゃうということがあるので、イメージ的にはもう2クッションのいいぐらいにイメージを置きます。こっちに当ててからこのように置けば、まあ、弱くてもこの辺、強くてもこの辺っていう範囲で、すごい簡単になることはまあ難しいかもしれないし、まあ、レールでなっちゃうこともあると思うんですけど、まあ、この辺とかね、この辺ってかなり難しいので、それよりかは結構広い範囲でちょっと遠くなるけど角度がそんなにない場所を狙ってポジションをしました。これは真ん中の少し下をついて9番を入れます。はい、まずありです。ご視聴ありがとうございました。